行くかお、2つあるよ、本。ちょっと待ってね。これは、なんか、はい、どうぞ。なんちゃらの同じっぽい、別。別。それ読めないよ。それ読めないよ。こっちで読めるの。犯人だと、逮捕状を真犯人に突きつけろ、カッコ渡す。おー、ちょっと。真犯人はただ一人嘘をついているやつだ。で、今まで3人出てきたでしょ？肉屋と地図屋と。地図屋？司祭ね。で、それで、司祭が、私は犯人じゃないよって言ってたのね。言ってたね、言ってたね。自分のことをね。怪しいよね。で、肉屋は司祭が犯人だって言ってるのね。でも、地図屋さんは肉屋が犯人だって言ってるのね。で、一人だけ嘘をついてるんだよね。っていう感じで、それを推理します。じゃあ、誰か一人嘘ついてるってことだから、司祭が嘘ついてるとしてって考えていけばいいんじゃないの？ああ、なるほどね。だから、単純に、司祭が嘘をついてることはついてたって仮定するとさ、私は違うってのが嘘だとしたら司祭が犯人ってことになっちゃうでしょ。確かにね。でもそうすると他の肉屋と製図家が言ってることが合わなくなっちゃうからだね。よね。ですよね。だから司祭は嘘をついてないんだよ、きっと。ですね。で、次、肉屋が嘘をついてるとしたら、司祭の私は司祭が犯人ってのが嘘になるわけだよね。そうだね。で、司祭は私が違うって言ってるのも本当になるよね。確かにね。で、肉屋が犯人っていうのはこれは成立するよね。成立するね。で、次、製図家行こう。はい。製図家の肉屋が犯人っていうのが嘘だとすると、肉屋が司祭が犯人って言ってるのは本当になるよね。ね、なるね。で、司祭が私は違うって言ってるからここは成立しないよね。しないね。ってことは肉屋が犯人なんてないの。って言って、これ私さ、こんなさ得意げに言っといて間違ってたら笑えるよね。大丈夫だよ、多分そこまで難しくないと思うから。これ渡せばいいでしょ。肉屋さん、肉屋さん、これで肉作って。慣れなくていいと思う。あ、何した？あ、お、お、お、村の門が開いたって。お、村から出ることにした。やった。謎を解いたのか。やった。じゃ出よう。おー、すごい、開いた。脱出おめでとうございます。それでは次の作もお楽しみに。チェッティ。チッティチッティさん、チッティチッティチッティ。エンディングってボタンがありますよ。あ、そう、ポチ。おおおおおお。私たちを見て喋んなよ。カレーが作りたくて許してくれー。あー、ごわー。それが全然ついてなかった。くれー、あー。はい、こっち来て、こっち来て。飛びすぎや、どこ行った。はい、はい、ということでね、ちょっとどこにいんねん。ね、ということでね、今回これで終わりにしたいと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、あつんでー。ふぉー。今日は珍しく正解で。いいやな。高いね。あの村人弱いな。肉屋のくせに火に弱いとかダッサ。そういう問題なの。